最終戦だ。さあ状況整理しましょう。ちょっと状況整理していただけます。何ですか今の。勝ち点の状況を。はい。はい。現在ですね、勝ち点まず4。タイポさんも突破確定と。確定。はい。ございます。コハロンが、はい、ネタ2位に4対0で勝ったら、はい、コハロンが1通過、うん。はいはいはい、はいで。引き分け以上でコハロンが2通過。はい。タイさん1通過。はい、はい。ネタ2位が勝てばコハロンに。ネタ2が2つ。いや、そういうことですね、はいはい、そういうことですね、はい、そう、僕はもう勝ちにいかなきゃいけない、絶対に。で僕もやっぱ勝つつもりで、はいはい、いきたいと思いますね、そこは。それはそうです。いや、でもその引き分けでいいんじゃないかっていうほころびが何かを生むと思ってます、ね、はいはいはい、はい、じゃあ行きましょうか。じゃあグループ A 最初でいきます。はい、タイさんはね、もうこれあれもね、そう、高みの見物数決まってますから、はい。一番いいですよ、本当。え、翔太って誰ですか。え、あ、そうかそうか、そういうことか、びっくりした。怒られます、レスパラス。いや、ごめんなさい、いや、なんかその、人の名前が出てんのかな。あれ、フィニッシュ70もありましたよ。おい、確かに今週のサッカーされたサッカー。じゃあ、ちなみにこれ、最後やりますか。いや、もうやりましょうか。やりましょうか。やりましょう。よし、さあ、よっしゃ、盛り上がっていくぜ、吹田スタジアム。吹田でガンバ大阪でやっとさんの T シャツ着てやっとさん控えです。まあこれはやっぱスタメンを入れ替えなきゃいけないというのもありますけど、もう本当苦渋の決断でした。じゃあ選べることできた。絶対やることできた。いやいやいや、ちょっと吹田嫌な思い出あるからこれ払拭したいな。はい、うちのメンバーですね。はい、ヤン・ヨンギがキャプテンなんですね。いいことですよ。はいはいはい、はい、ちょっとびっくりしました、意外だった、はい、ランディ・ジョーソンの出番はあります。モノマネです。俺は私振りかぶってるってことですか。そういうことです、大きく振りかぶってます。大きく振りかぶってまた別の話になってきますね。埼玉の高校野球だから。さあ、ヒョンスキャプテンですね。ダーリアも出てます、ジャズール枠で。割が重要です。いや、もう大井さんの悟空が聞こえましたからね、今シーンとりすぎて、はいはい、またこれ怖いですね、4、2、3、1。それ仕様なんですかこれ。まあ多分そういう風になってるんですよね、はい、一応確認します。一応、はい、ちょっと開幕で確認していただいて、はいはい、なんとだな、なんで毎回こうなんだろう。サポーターもびっしり、うん、嬉しいですね、来てくれて嬉しいですね。ちょっと日本の方があんまりいなかったような確かに印象がありますけども、はい、でもスイタですよね、ちゃんと。はい、でもスイタです、もちろんもちろん。いいですね、気合入ってますね。我々、ね、はい、もヒョンスが、まあいいですね、気持ち団結して入れてますんで、はい、じゃあちょっと一旦、ごめんなさい、フォーメーションの確認だけさせていただきます。あ、大丈夫です、はい、OK、OK、お願いします。はい、お願いします、はい、じゃあやりましょう。さあ、戦った感じどうでした。予想としてはどういう風な試合展開になりますか。いやどうすかね。一応スコア上は今不利なのはレタスケさんなんですけど、そうす、ね、タイさんが戦った感じというか、まあ、相性もねあると思うんですけど、はい、まあ、俺はあのフォアローンは本当に相性マジで悪いと思ったんですよ。やばい、あんまりやりやすい人とやりにくい人とありますね、はい、まあ、結構やりにくい、まずいなんですけど、キバキバ、危ない危ない危ない、ね、レタスケさんも勝たなきゃいけないと。そうですね。でこの技はまあ別にね、引き分けでもいいよみたいな気持ちがあるんで、はい、その気持ちはどっかにやっぱあると思うんで。なるほど、これは分かんないですね。その付け入る隙があるってことですね、レタスケさんからしたら、うん、そうですね。下馬評でいうと間違いなくね、一番オッツはい、コハロンがね、倍率高さもあるんですよ。まあ、ただ、はい、この間あのプロゲーマーの人たちと多分対戦してきて、はいはい、そこでちょっと経験を積んできてるんで、はい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 、うん、なんかそこの片鱗を見せるんじゃないかなというのも俺的には思ってますね。まあ、え、こうだ、あ、フリーキック、いや、ファールですね、はいはい、さっきの。ただでもこのままあのあれですね、テンパる可能性がある、はい、守備とかね。で、1点取られたりしたら、いやー、ダメか、福森ひどいな。だからその経験選手さんは、私のせいです。そうですね、そうですね、1週間に30試合やってますからね、はい、やったりとかしてるんで、まあそのメンタル面で言えば、はいはいはい、かなり違いはあるんじゃないかなと思いますね。
すごいテンパるかテンパる初めて今日初めて一番真面目です俺ちょっと結構根が真面目なんでまあでも根が真面目なやつはいきなりアナルとか言わないと思うんですけど動画用ですからね動画用動画用とか言うあのテーブルの足をかむスタイルあれさっきはあの人あれですからねイエーイマジかー今のところもちょっとやっぱテンパりテンパり兼有なんだよな実際コントロールあのタイミングフィニッシュあるんですね、はい、あれ使う場面やっぱちゃんとそう使い分けですよね使い分けあるんでいやーこれちょっと高さ使えるところ使わなくていいところもありますから、ねはい、いやーもったいない使わなくていいってところは全然あるんで、はい、そこを逆にタイミングフィニッシュにしちゃって赤マークにちょっと、はいはいはい、外しちゃうとかやっぱあるし黄色でも結構まずい時あるんで多分コアロンさんに色がついたのすら見たことないんでそうですね基本的に色気はないですねはい色気のことは聞いてないすいませんでもいいっすね細かいパスを繰り返していますあ、ダメだよそれいやーやったーゲットゴールよっしゃよっしゃ逆足でよく入ったダイレクトでいやこれうまいよっしゃいやいやいや素晴らしいシュートですねよっしゃよっしゃよっしゃこれはおーいやー出るんですよ大舞台でこれはちょっと素晴らしいシュート負けられないですねやられた方がねあんな入っちゃう、はいはい、うんまずああダメかちょポストで切るの入れないとまずいな山中亮介これすげえなとこはすげえセットだなうんえぐいですよ本当にうんああスルーになってみたかなってみたかYouTuber っぽくなっちゃってどういうことじゃあやってみたみたいリコードでしょ、持ち帰ってみたおここでフェルナンド・トーレスいや、これきついないや、厳しいいやー、打っちゃうのかいやいやいや、いいシュートですよ自分が選択したのか打っちゃうのか今、いいシュートですチャンスですよ調子出てくると、ああいうことするんですよボケスラみたいなボケしてくるんでいや、そっち行くかもったいねえな、今あのこれで、俺田崎さん、本当にもういや、もうあといやいやいや、そうですよ、はい、本当に前半で追いつければ、全然、全然、はい、はい、普通にイエスが変わりますあのうちのチャンネルの視聴者見たいのは、あのこっから逆転負けするそうですまだ前半始まったばっかりですね、そうですねいや、始まったばっかりだったやばい体感的には始まったばっかりだったんでリアルはそうなんですけどもう30分だったオッケーオッケーあーおーおーおー危ねー選手がボールしとったあれ結構入るんですけどねあれの事故って鈴木武蔵ありますねはいイエスタ外は危ねーないや、厳しいな杉本これ怖いですよおおいやダメかー逆足だもったいないうん何ボタン押してシュートしたの俺も分かんないちょっといやここ勝てないんだなチャンスがでかいすごい効いてくれてるまずいまずいまずいどこがまずい今のでもそこをつけば勝てですねそのまずいまずいテンパってるとこうん、もったいないねなんか、俺やった感じ、常にテンパりながらやってるような感じ隣にいる感じは実際プレイは分かんないですけど隣にいる感じはなんかずっとあたふたしてるんですよもうそれが気になってしかないですね、もうそうですね、あの、話術ないくせにそこでこう、狂わしてくるみたいな三味線ですね三味線分かりづらい、例えば落ち着いてればまずいって危ねえああ弱いんだあー危ねえいっ支配率すごいですね東京 63%
や素晴らしいですね。まずいまずい。おいいね。変なタックルかましちゃったよ。いやいいよ。あ答えチャンス。いやあいた。まずいって。あぶねー。決めないときついね。あぶねー。低弾道。あぶねー。低弾道あれ入んねえか。いやー低弾道ね。めっちゃ狙ったんだけどな今。いやこれもう続けていけば全然おーいいまずいうまいおおいいよクリアオッケーですあーだかしい、ね、ここで大きく前に出します伊藤純也そこ伊藤もいんのか純也はちょっと怖いねやばいなあ3者がねタイさんの時の試合にあぶうんあぶうんあケニューナイスいやちょっとまずいなうんいやいやこれはちょっと普通にまずいよし気合入れよう残り45分ですしお願いしますやだ斉藤学ぶ投入です、はい、アクション起こさないとちょっとリャンヨンギに変えて斉藤学ぶ投入してみました言わせろや柿谷に言わせろごめんなさいいや、こうトーレスとイニエスタに中盤で持たれるの嫌ですね、うん、これちょっといや、それきついわ、うん、ちょっと無理すぎた何でよそー脱三振あー、やっぱり、うん、こっちの方がいいなガンバホームですからそうですね、はい、ホームだいいよその言い方ホームだアップダメか斉藤学ぶ日々動きますからね、うん、使いやすい、うん、足速いですねいい選手ですねこの選手ですが前半のパフォーマンスいや怖い怖い怖いゲームをリードするゴールを決めいいな前半の主導権をいやもういや、おぉいや落ちたよえっ、しまったあぶっちじゃないないや、きついおぉおぉあー、危ねぇいや、ナイスキーですねおぉでああダメか惜しいな狙いは非常に良かったですねいやーいやーそこにうーん足がちょっと間に合わないかなるほどうんおー惜しいチャンスですねカウンターまずい。お、いやいい。ナイスまた。いやまだある。まだある。おーいいね。まだある。あー通らねえか。やばい。わー前に入ってますよ。順や。はい。あいやきついかーいいナイスナイスナイスちょっと交代しますはいさあ稲垣投入ですはい八つの投入ですおエンドきた65分ですからもうそろそろ点は欲しいですね、まあ、点取らないとやばいですねあの1点も取らないまんまいなくなるいいよーそんなことありますからそれはまずいですねあっ、はい、ちょ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 いやまあ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 ちょっとちょ押し間違えです、押し間違え。よいね。まず。まずいって。あーあー。
危ない危ない。完全に決まると思ったんですが、狙いすぎたんでしょうか。え、ちょっと嘘でしょ。前に蹴ったイメージだったんだけど。あ、ダメか。もうスタミナねえ。やばい。うん、こぼれてます。これはチャンスだぞ。うまい。パス。あー、弱い。そうじゃない。そうじゃない。TF シオドンってミスっちゃった。そうですね、もう取りに行くしかないんで。やばいっすよ、時間帯も。スルーパスを狙います。あー、あいやナイスボールでしたよね。素晴らしいディフェンスが。やばい、チャンス。あーべー、逆にまずい。おー、やっぱヤクトさんすごいいいな。おー、ダメか。あー、危ない。いい形。長谷川アリアです。いや、厳しいか。出ちゃうか。危ない危ない。あー、時間ねえな。やばいな、これ時間ねえな、これ。もう、やばいよ、時間。まずいな、敗退が。もうほぼほぼですね、もうね。はい、はい、いや、よかった、そしたら。いやー、きついか。だいぶすごい、ね、うわ、攻守の切り替えが激しい。あ、そっちじゃない。落ち着け。伊藤純也、ガンガン前からもう行くしかない。あ、いやー、外か。なぜ？まだあるな。パスを戻します。もったいない、もったいない。普段できてることやろうよ。まずい。よし。あ、これ。ああ。オッケー、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 ボールが分かったな今。感覚が違うんでね、普段のあれとは。難しいですね。シュート打ちたいですね。ここで一発入れば分かんないですよ、まだ。まだ分かんない。あー、おーまい。テンパってる、テンパってる。いいっすか。オフサイド。オフサイド。触っちゃったからオフサイド。危ねえ、すげえテンパってる今。うまかったな、これ。くそ、おっぱいで。ちょっと答えっす。おっぱいでやっちゃったな。まだわ。よし。この場で奪って取って。いや、そう、この場で奪って取って、を2回やれれば。これぐらいで逆転してみたことあるんで。そう、これで僕3点決められたことあるんで。うわぁ、これやっちゃったな。あー、おっさいか。やっちゃったな、これ。あー、でも僕時間がない。そうなんですよね、今つなげてないといけなかった。おーやったー、ちょいやー、大穴が、大穴なるが、来ましたね。いやいや、強かった、強かった。いやー、やられたなー。いやー、あの剣佑、ほんとよくやってくれた、あれは。先制点がやっぱり取れたのが有利に運びました、試合を。いや、でも強かったっすよ。あ、ありがとうございます。いや、強かったっす、はい。ありがとうございます。いや、もう。いや、普通に楽しかったっすね。いや、楽しいっすね、やっぱりこういう公式戦は。いや、ほんと、部屋の中でサングラスなんかしてゲームしてるから。めっちゃやっぱ視野が。よかった、よかった。これ突破したってことで。そうですね。僕の代わりに。はい。優しくさん、優しくさんの、なんか今どうしてもこう、はい、僕の代わりに勝ってくださいっていう言葉が言えなかったです。そうですね、はい、僕もその気持ちわかります。なんでそこで共感したのか、ちょっとよくわかんない。はい。
ということで、はい、グループ A の結果としては、はい、勝ち点4、タイポさんが1、はい、そして2位勝ち点同じくの得失点差の差で、私コアロン、そして第3位、はい、勝ち点、0と0です。残念ながら0、はい、レタスケさんという結果になりました。ありがとうございました。ありがとうございました。いやでもすごい楽しい試合でした。ありがとうございました。グループ A でした。さよなら。コハロンのこと気になる人はここのボタンを押してバモバモバモコハロンチャンネル登録しようよ。このボタン止まらないぜ。おーコハロン。